Yesterday there was sun and there was rain どうもこんにちは。モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日は僕の会社ドリップからね、ちょっとした、え本当にちょっとした新商品が出るので軽くご紹介させてください。一つ目がこちらの革で作った極限までミニマルなペンケース。そしてもう一つがこちら、えー。こちらもシンプルな革で作った着脱がね、簡単なハンドストラップですね。これどちらの製品も他の製品作る中で、まあ、こんなパターンもね、作ってみようかなっていうのを試して僕がね、使ってたものなんですけれども、 カバンの中身ででねた紹介ししにこれ欲しいですと私も前からこういうのねないかなと思って探してましたという意見がちょっとあったのでそれだったら軽く作ってみようかなということで今回ね、えー、商品化してみました本当にこれ僕以外に欲しい人いるのかなっていまだにちょっと不安なんですけど、まあ、せっかくなんでね、えー、軽く紹介していきます一つ目はこちらの熟成レザーで作って またえー、ペンケースですね、まあ、ペンケースというかもうスリーブみたいな形なんですけどもこれは非常にシンプルな製品で、えー、自分がね、えー、持ち歩いてるこの大事なペンですねこれを保護するために持ち運ぶために作ったものになりますたびたびお話ししてますけど僕はね基本的にカバンの中に、えー、この1本のペンとあと紙ですね、まあ、コピー用紙とか使うことが多いんですけど持ち歩いてね生活してますまあいろんなねデジタルデバイス持ってるんですけどやっぱりねこう紙でね考えまとめたいなとかちょっとねスケッチ書きたいな っていうう時はどうしてもあるんですよねなのでも最小限この1本のペンと紙とあとは最近はねこの定規ですね、えー、これをね持ち歩くようにしてます。まあ、そこまでこう筆箱を持ち運ぶほど大切なものじゃないんだけどこの定規とかペンをそのままねかばの中に入れておくのもちょっとね忍びないというか、まあ、ペンもね傷ついちゃうし、まあ、なくしたりしそうでねちょっと不安だなっていうことでこのペンを大事に運ぶためのね、えー、ものを作れないかなと思ってこれをね試作してみたんですね。まあ、いわゆるあののケースとか iPad のケーーススととかか ああいうのと考え方は一緒ですね 構造は本当にシンプルで、この1本のペンがね、スポッとはまるようなシンプルなこの筒状のね、スリーブになっています。シンプルな構造の分、素材にはこだわりまして、これいつもね、僕たちが使ってる熟成レザーっていう牛革使ってます。まあこれは本当に使えば使うほど、この経年変化でね、味が出てきて、光沢がね、鈍い光沢が出てくる。これもまだ使用して1週間ちょっとなんですけど、どうですかね、いい感じのこの光沢が出てきてると思います。これカラーはアメリカーノというね、カラー使ってますね。 最近あのこちらのね万年筆ちょっとね、えー、ペリカンのものなんですけど買ってこれがねクリアのね、えー、このブラウンなんですねでこの色味がすごくかっこいいなと思って買ったんですけどそれに合わせてこちらもね、えー、アメリカーのねちょっとブラウンっぽい色にしてみましたで他にも、えー、モカとあとブラックですねの合計3色でね、えー、作ってます側面にはコバが塗ってあるので継ぎ目がね、えー、見えなくて、まあ、より、ね、高級感をちょっと感じられるような デザインにしていますね僕の場合はこのペンとあとこの細身の定規ですね緑の1 5センチ定規なんですけどこれをね合わせて一緒に入れて持ち運んでます、まあ、最初はねちょっときついんですけど、まあ、使っていくうちに、ね、どんどん皮が伸びて馴染んで、まあ、自分のね使ってるペンのね形に合っていくと思います。入入るるペンンのの直径は最大でで1.3セチぐららいだったらね入るので まあちょっと太めの万年筆とかでもこれ1本だったらね、入ると思います。まあ、詳しくはね、概要欄の方にページに載せておくので、そちらの方のね、サイズ表記とか見てみてください。この革のね、質感がもうめちゃめちゃいいのでね、ついついやっぱサワサワ触ってしまいますね。これからこのね、ペンケースと紙持ち歩いて、毎日ね、また何かスケッチしていこうと思います。で、もう一つがえこちらですね。こちらのレザーのハンドストラップ。これもね、作りました。 うちでもストラップはねいくつか作ってるんですけどもその中でも一番シンプルな形ですね汎用的に使いやすそうな形っていうことでこのねストラップ作ってますこれも素材は同じく熟成レザーなので、まあ、使っていくとねどんどん光沢が出て懸念変化していきますしえ見た目はねこの真鍮色えパーツをね全部真鍮色にしているので、まあ、この黒と真鍮とかブラウンと真鍮とかっていうところで 2。トーンのちょっと落ち着いたクラシックなね、えー、見た目にしてます。なので、まあ、こういったね。ま富、あ、士フ,フィルムのカメラとかちょっとね。レトロなカメラとかにはすごくね。合うんじゃないかなと思います。 でこの見た目もそうなんですけどやっぱり機能的にも使いやすくしたいなと思って、えー、こちらですねこの先の、えー、この金具のパーツなんですけれどもこれうちのねストラップ製品でよく使っているもので着脱がねすごい簡単なんですよ、まあ、ここのね先が、えー、爪でね、えー、バネになっているので、まあ、こういったストラップつける場所にこうやってカチッとね押し当ててあげるともうこれでね接続することができます。今ままでで使っっっててたたたスストトトトララッッッププねねここううういいいものののああるんですけど、まあ、大体、ね、普通ベ、まあううねえー、ベルトみたいなベルみなバックに みたいなのがついていながてて、まあ、そこでねこう毎回この穴通してみたいなことが多いと思うんですけど結構ねこれ着脱が面倒なんですよね。 僕の場合はだいたいカメラ1台持ち歩いてるんですけど、まあ、手持ちでね持ち歩く時の他に、まあ、三脚に乗せたりとかあと動画を撮ったりとかね今ストラップ欲しいなとか外したいなっていう瞬間が一日の中も何回かあるんですねなのでその着脱の手間を、まあ、最小限に、ね、するためにねこちらのねパーツを使ってます邪魔な時は外して使いたい時にねパチッとくっつけてこんな感じで腕を通して使うような形ですね、まあ、やっぱり外でね使う時に1本ねこの通すものがあると、まあ、落としたりする心配もなく なくて、やっぱり安心感はあるんですよね。まあ、そういったね。利便性のところとあとこの見た目ですね、えー、これで作ってみました。めちゃめちゃシンプルなアイテムではあるんですけど、まあその分ね。まあ、いろんなカメラにも合いやすいかなと思いますし。しまあ、ここのねまあ、使いやすさのところも、えー、考えて作っているので意外とね。いい商品になったんじゃないかなと思います。本当に皆さんがねこれ欲しいって言ってくれたおかげですね。 はいそんなわけで今回は、えー、こちらのねレザーのペンスリーブそして、えー、このハンドストラップですねこれを作ってみちゃったよっていう話でした僕はねめちゃめちゃ気に入ってるんですけどまあ、ちょっとねマニアックな製品だったりもするのでどんぐらい欲しい人いるのかなっていうのはねちょっとねわかんないんですけどもしねまあ、こういう商品になって共感してもらえた方いたらですね概要欄に URL 載せておきますので是非、えー、チェックしてみてくださいもし買ったよっていう方はね、まあ、コメントいただけるとでもし届いたらねあの感想とかシェアしていただけると非常に嬉しいです はいまあ、こんな感じでね、えーまあ、ドリップからもね引き続き新商品ねいろいろ出していこうと思いますので、まあ、今年もねまだねいくつかね出そうと思っているものが控えていますので引き続きね楽しみにしていてもらえると嬉しいです今日はね自分とこのね商品の話だったんですけど普段はねガジェットの話とかインテリアの話とかねよくしておりますのでもしこの動画が参考になりましたら是非いいねもしくはチャンネル登録していただけると非常に嬉しいですそれではまた次の動画でお会いしましょうモノグラフイバイババ